回はですね、いつもお世話になっているバイク屋さんからステムシャフトを削り出してほしいという依頼を受けましたので、あちらの卓上ステンパンを使って、ステムシャフトの削り出しやってみたいと思います。はい、こちらがですねバイク屋さんから預かった図面と、純正部品ですね。で、車種忘れましたけど 80cc ぐらいのオフロードバイクのカスタムだったと思います。お客さんが持ち込んで、ちょっとこういう加工してほしいみたいな感じですかね。で、こちらが、元となる、ステムシャフト、こちらを 15mm 延長してほしいという、依頼でした。で、溶接とかね、いろいろあると思うんですけど、さすがにステムシャフト溶接は怖いんで、そう削り出しで作っていきます。で、こちらね、僕あんまバイク詳しくないんであれなんですけど、ちょっと変わった、作りをしてました。一見ね、全削り出しのように見えるんですけど、中がね、あの圧入のネジみたいなのが入ってるんですよね。ネジが今回2箇所あって、外径ネジと内径ネジなんですけど、この内径ネジの方がなんかね、打ち込まれてるんですよ、なんかネジを。で、これをね、ちょっと再現するのは難しいと思ったんで、こちらも総削り出しでいきたいと思います。で、材料がですね、こんな感じのパイプ材を買ってきました。正直ね、穴開けっていうのが機械加工で一番難しいというか、大変な加工なんで、穴開けは省略して、ちょっと下穴を開けている状態ですね。これを拡大していって 15mm 延長したステムシャフトを作っていくみたいな感じです。はい、とりあえず寸法測定していきます。図面はね、いただいてるんですけど、交差がね、入っていないっていうのと、あと今回はステムシャフトと、アンダーブラケットの接合方法、溶接とかね、圧入とかいろいろあるんですけど、今回圧入をご希望ということなんで、圧入をね、しっかりできるように寸法をね、しっかり測定してやっていきたいと思います。この動画は PCBWay の提供でお送りします。 PCBWay は高品質で迅速なカスタムプリント基板製造サービスを提供するオンラインプラットフォームです。プリント基板だけでなく、 CNC 切削加工や 3D プリント、シートメダルなどの製造サービスも手掛けています。さらに単品試作から量産まで幅広く対応し、多様な業界やプロジェクトで利用されています。興味のある方は概要欄の URL からぜひ覗いてみてください。はい、では最後の難関、外径ネジの切り上げを行っていきます。このステムシャフトの外径には、M25 のピッチ1というネジが切られてるんですけど、これの処理の仕方が切り上げという、方法が使われています。ネジにはですね、2種類、最後の処理の方法がありまして、今言った切り上げっていうのと盗みっていうのがあります。で、盗みっていうのは、こんな感じでですね、一部、ここがネジとするじゃないですか、ここがネジとして一部最後逃げてるんですね。なんで、ネジ切りバイトがこう通っていっても、逃げれる、バイトが逃げれるようになってます。じゃあ切り上げってどういうことかっていうと、一般的なボルトとかもそうなんですけど、最後緩やかな、螺旋、ネジの螺旋がですね、緩やかにこう逃げてるんですね。これを切り上げって言います。これはですね、不完全ネジ部ができちゃうんですけど、強度が保てます。やっぱり一部にね、こういった溝入れで盗み入れちゃうと、ここだけ強度が落ちちゃうんで、ああいうシャフトものとかにはあんまり使わないんですね。で、基本的にネジっていうのは切り上げられてると思っていた方がいいです。で、切り上げがめちゃくちゃ難しいです。汎用旋盤の加工の中では一番難しいんじゃないかなと。特に難しいのが内径ネジの切り上げです。もうね、
見えないですし、どこで切り上げるかも見えないし、音で判断したりとか、まあ、メモリを見ながらやっていくんですけど、ちょっとでもね間違えたら刃物はねバキッと折れます。でなんで折れるかっていうと、ネジ旋盤でやるネジっていうのは、少しずつ少しずつ削ってネジの形状山を作っていくので、最後の最後の1回をネジ切りするときに切り上げ損ねると、一気に刃に負荷がかかってバキッと折れちゃうみたいなことがあります。マジで難しいです。ちなみにこの卓上旋盤でやるのは初めてで、ちょっと失敗するかもしれないですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、最後はですね、こちらの長いネジ切りバイトを使って M14 のピッチ 1.25 を切っていきます。今回は切り上げじゃなくて普通にネジ切りですね。中はこんな巨大なネズミがあるような感じなんで、切削音がしなくなったら止めるみたいな感じで、十分ですね。ただ止め損ねると、こちらの刃物台に衝突するので、気をつける必要があります。はい、というわけで無事にステムシャフトを削り終えました。こちらが純正のステムシャフトで、こちらが今回卓上旋盤で削り出したステムシャフトとなっております。まあ、結構見た目違いますよね。まあ、15mm 延長されたっていうのはあるんですけど、やっぱ削り出しっていうことで、見た目もね綺麗になってます。これはどうやって作ってるんですかね。なんかパイプの磨き材そのまま使われてる感じなんですけど、特にここね、まあ、ネジとかはやってるとして、この内径のネジがちょっと謎の圧入なのか分かんないですけど、謎の機構が使われてる謎です。これなんか詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただきたいです。今回改めてネジをね2種類、切り上げと止めっていうのをやって、気づいたんですけど、ブレーキの違いって結構大きいなと思いましたね。業務用の旋盤だと、まあ、ブレーキ踏んだらもうこうピタッてね止まってくるんですよ。ブイーンピタッて。でもう卓上旋盤だと、緩やかに結構止まってくれるんで、止まっちゃうんで、油断してるとその惰性で衝突しちゃいますね。まあ、もちろんね、普通業務用旋盤でも回転数がめちゃくちゃ速かったりすると、止まりきれずにちょっと惰性で動いちゃったりとかあるんですけど、そこら辺の違い結構ありますね。あと正転逆転が、スイッチで切り替えないといけないですね、卓上旋盤は。でも業務用旋盤は、まあ、機種にもよりますけど、レバーでね上げ下げして、上に上げると、正転、下に下げると、逆転みたいな感じで、結構使いやすかったんですね。で、僕が今までサラリーマン時代に使ってた旋盤で一番使いやすかったのが、往復台のここに正転逆転がついてて、めちゃめちゃネジ切りやりやすかったんですよ。晴天でシュイーンってやって、ピョンってブレーキ軽く踏んで逆転やって、シューってやって、また晴天ピョンってシューって、ここでね、できたのが、マジで、あんでね、どこの旋盤だろう。マジでちょっと、あれ売ってたら買いたいぐらい、めっちゃ好きでした、あの旋盤。結構ね、ブレーキがついてない旋盤とか、
いろんなのがあるんですけど、業務用もね、まあ、今回の不満点新たに出たのがやっぱブレーキがちょっと、緩やかっていうところですね。まあ、ネジ切り結構ね難しいんで、調整される方はね気をつけてください。あ、ネジ切りといえばネジもねめっちゃいい感じですよ。シュルシュルとあれシュルシュルシュルとね入りますし、こっちのねメネジの方もシュルシュルと入りますと。はい、よし持っていこう。お茶す。ステムシャフト持ってきましたよ。はい、ありがとう。はい、多分大丈夫だと思うんですけどね。これが元のやつですね。我ながらいい感じにできたんじゃないかなと。15ミリ延長ですかね。そうね。うん。忙しそうですね。バイクが。ずらっと、まあもうね今バイクシーズンですもんね。そうだね、うん、ゴールデンウィーク前はどこのバイク屋さんもこうだ。あ、本当ですか、うん、今暇なバイク屋さんなんかいない暇なバイク屋さんいたら紹介してほしいうちから仕事出すから。あ、なるほどなるほど。いやーすごいな。じゃあまたお願いします。はい、どうもありがとう、はい、看板猫のロッシ君です。ちょっと緊張してるかな可愛い。